ギャラの、はい、本当はあの出演前に決めるんですけどね。そうですね。どのぐらいで。いやー安いなー。よくね、それあのギャラの交渉が一番難しくないですかって。仕事は来た順で話すればいいんですけどね。ギャラの交渉って言って、あなたギャラの交渉ぐらい面白いものないですよ。なぜならばその時の自分の値打ちがわかるから。人がどう見てるか、世の中がどう見てるかっていうのが一番よくわかるじゃないですか。それでいいじゃないですか。だからギャラなんかいつでも私からは言わないで、向こうからどんな感じですかねって言うと、このぐらいの感じでいかがでしょうか。あらー、そりゃちょっとかったるいわね。じゃあ他の人でやってもらってっていうの。それからまあ先方の当たりですよね。直接だからまああんまり嫌な感じの人はいませんけども、そんな感じで仕事をしてます。私はね、仕事っていうのはね、会社とやってるような気がしないのね。で、前にね、例えばワイドショーで追っかけられたりなんかするときも、もう本当にもう嫌で、雑誌社でもこの会社は嫌だとか、この雑誌は嫌だとかって、こういうふうに思ったんだけど、ある日内田裕也がね、お前な、相手も人間だぞと、うん、人間と付き合うんだと。だから会社単位で、こう、なんとか新聞社とか、なんとかなんとかって思うなと。そこで出会った人間だなんだから、そうやって付き合えって言うんで、そういう目で見ているうちにやっぱりね、チャーミングな人がいるわけですよ。そうすると結局だから東海テレビなんてのは私は癒着しちゃったのは、やっぱりそのプロデューサーなりディレクターなりの人間の魅力で結局そうなっちゃうわけですよね。だからもうそれはしょうがない、それは縁だから思ってます。ああ、